あ、来てる来てる。これで、円球が。あ、でもあれか。ホールを作らないといけないから、木を伐採して。お、いけますね。よし。これ研究。お？ん？なんかまた新しいのが。お！ローバー。ああね、丸型の窓。一応作れますね。とりあえず作って何を？アドバンストフィルター。カーボンなんだ。チューブ。フレーム。はいはいはい。で、あとアンロックしたのが、これだ。あ、コンベ、これ早いタイプかな。もしかして、スピードが。違う？説明。うん、毎分最大120。このリソースを輸送。今までのが毎分最大60。で、丸型の窓ですね。ああ、こういうので作りたいな、早く。次の、あ！一個増えてる。次の、あ、ゴールドでいける？あ、じゃあこれももう。ゴールドは、ここに入っていってるから、取り出して。ああ、また新しい法事。うわ！これは？金属とその他の材料を組み合わせて高度な合金。これじゃないと作れないものがありそうですね。で、この辺だ。ブルドーザー。ローバーは、普通に運転するだけかな。ストレージ、あ、持ち運べるんだ、いろいろ。多分。あ、次もいけるよ。オスミウム。待って、いいのかな？こんなどんどんアロックして。まあ、もう、2作ってないバージョン3になった。で、マイナーの？
バージョン2。あ、なんか今面白そうなのあったな。これだ。これなんだ。はい。地熱発電所ですね。うん。地球内部の熱を利用して、エネルギーを生成する。火山地域とメサ地域。メサ地域そのすぐ近くのちょっと暑い場所かな。から、最適な出力を、提供することができる。暑い場所でエネルギーを生み出せるのかな？これがあれば。で、あとは、うん、コンベのバージョン3。なんだこれ、ドリルついてるな。トンネルドリル。この辺ちょっと後で作ろう。次の研究。あ、これも持ってるよね。赤いやつじゃないかな。どんどん研究ばっかり進んでいくけど。ジェットパック？ジェットパックっていうのが今見えたよ。そしてカーゴスペースシップ。まだね、初め乗ってきたやつ動かしてないんだけど。ジェットパック。次の研究は？ルビー。あれ、こっちは持ってるけどね。ルビーまだか。これは持ってんだけどね。ジェットパック。AI チップ？AI チップはどこで作るんだろう。ああ。ああ、この辺まだわかんないもんね。こういうところにあるのかな。はい。そうですね。では今アンロックしたものを作っていきますか。とりあえず作れるもの順番に。となると、このままだと狭いですね。狭いんで、広げないといけないんですけども、どうやって広げようかな。こっちはもう暑いから、横に広げるべきか、後ろ、そうね、ここの山を削って、平らにしよう。ここを削っていって、よし。とりあえず後ろをこんな感じで広げたんで、すごいね。壁だ。あ、なんか若干空中に浮かんでるゴミもあるけど。
こっち側にもこれを作ろう。ウェアハウス。これをこっち側にも。よし。合ってる？位置は？待って、微妙に。もう一マスこっちだな。こうですね。アイアンプレートがまだ溜まってないね。よし。とりあえずじゃあここまでかな。すごい。なんか工場地帯みたいな感じになってきたね。で、こっち側にもベルトコンベアで作っていくと。まず、新しく出来上がったのは、まずこの二つだね。で、これを作るのに、またなんか新しい、穴が、あ、これ水も使うね。
はい、ということで、大体の自動化が終わった感じですね。まだ全部じゃないんですけども、であとはパイプの埋め立て、これがまだ終わってないですね。この辺は後でやるとして、で、あと自動化できていないのが、このタイヤホイールとか、このフレームとかですね。あとこのコントローラーと、この辺は自動化まだできてないですね。で、あと、これですね。この機械を使った自動化がまだできていない感じですね。うん。で、とりあえずは、データセンター。うん。データセンターが作れるようになったので、次のクエストですね。データセンター5台を、暑い地域に設置する。これ、だ飛行機の燃料があれば、いけるのかな？うん。で、ウラニウムはまだ見つかった。てないんで、とりあえずこれで我慢するしかないですね。あ、で、その前にこれだ。クーリングモジュール。で、これの説明を見ると、暑い地域でも、体温を冷やしてくれる。って書いてるんで、一番暑いところでも効果あるかわかんないですけど、とりあえずこれを作って、で、あとは、エネルギーセル。うん。で、ジェットパックは、この AI チップっていうのがなくて、作れないんですよね。よし、とりあえず。じゃあ、これを一個外して、クーリングモジュール。飛行機に、あと、この辺、あ、こっちを作った方がいいのかな。チップエンジンが2個。うん。チップエンジン。一応作れるね。シップエンジンが2個と、コントローラーが1。あとこれですね。あ、そうそう、これは、この機械を作るときに、どっかにしまっ、これか。これで、作れる？カーゴスペースシップ。おー、かっこいい。ここに。曲線でいいね。こっちに移動させよう。いっぱい入る。ちょっと待って、あと暑い地域の確認。
辺どうかな？あ、大丈夫っぽいね。うん。どうしよう、車とかも作っちゃおうかな。今あるのはこの、うん、ローラーしかないから、タイヤが4、タイヤが4、タイヤが4、コントローラーが1、タイヤが12とコントローラーが1。タイヤが12とコントローラーが1。よし、これで、じゃあまずは、ブルドーザー。トンネルドリル。と、ローバー。すごい。おー。ローバーは、やっぱエンジン使う、あ、エネルギー使うんだね。で、荷物がいっぱい持てると。これはオッケーだ。トンネル、いや、ん？いや、使うのか。じゃあエネルギー作ろう。ブルドーザー。トンネルドリル。トンネルドリルか。で、ブルドーザー。これに1個の、あ、待って。1個積んでおこうか。ローバーは、こんな感じなんだろう。あ、早い早い。移動はめちゃくちゃ早い。え、トンネルドリル。これはどういう感じなんだ？上は削らないっていうことなのかな？あ、なるほど。あー、そういうことですね。はいはいはい。ブルドーザーは？これはローラーと違うのかな？あー、なるほど。この一箇所だけ盛り上げたり。ええー。あ、待って。あ、で、一気に、削ったりできるんだ。うわ、これなんかすべてを、の機能を搭載した車ないかな。ローラー持ってきて、みたいな。そして、これだ。スペースシップ。来たけ！すごいすごいすごい。どうやってこれ？うわぁ！すー
げえ。なんか、待って、下向いちゃう。操作がちょっと難しい。あ、ぶつかる。スピードもちょっと。あ、でもこれ探索しやすいですね。S でダウン。よし。どうしよう。じゃあ今回この辺ですかね。今回この辺にして、次回、そのデータセンターを設置しに行ってみようかなと思います。はい。では今回この辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。